2DF サーベイの観測から描き出された宇宙地図 2DF 銀河赤型変異サーベイはアングロオーストラリアン天文台の合計3.9メートルアングロオーストラリアン望遠鏡によって1997年から2002年4月11日まで行われた多数の銀河の赤型変異を測定する装点観測であるこのサーベイ観測のデータは2003年6月30日に公開された このサーベイによって、近傍宇宙の一部分について、宇宙の大規模構造が描き出された。2009年7月現在、このサーベイは2000年に開始された、スローンデジタルスカイサーベイに次いで2番目の規模の赤型変異サーベイである。マシューコレス、スティーブ・マドックス及びジョン・ピー・コックらがこのプロジェクトに関わった。 2DF サーベイは南北両銀極方向1500平方度の観測を行った。名前の 2DF は観測装置が一度に撮影できる視野がおよそ2平方度であることに由来している。2DF サーベイの観測領域はそれ以前に行われていたアプム銀河サーベイでも観測された領域であった。両銀極方向に対し設計は十五度の範囲、席は 北銀局で7.5度、南銀局で15度の範囲がカバーされた。このほか、南銀局の周りに2平方度の領域が数百箇所、観測された、2DF サーベイデザイン参照。黒丸は 2DF のサーベイ領域、赤い格子線で示されているのは、アプムサーベイの観測領域。2DF サーベイでは、合計382,323点体に、 対して速攻が行われ、そのうち245,591天体に付いた分光が行われた。そのうち232,155天体は銀河であり、12,311天体は銀河系内の構成、125天体はクエーサーであった。2DF サーベイにのための観測は5年間272夜にわたった。このサーベイは 合計3.8メートルのアングロ・オーストラリアン望遠鏡の主焦点にに、DF サーベイ専用のカメラを取り付けることで行われた。このカメラには200本の光ファイバーを備えた分光器が2つ取り付けられており、同時に400天体のスペクトルを取得することが可能であった。限界等級は19.5等であり、赤型変異0.3までの銀河のほとんどを観測することができた。 このサーベイで観測された宇宙の体積は、およそ1 0 8 h 1メガパーセク a 3である。ここで H は、アップル定数 H0 を100で割ったものである。H0 は、約秒速7 0ートル、m p c である。このサーベイで観測された天体のうち最も大きな、赤型変異を持つ天体までの距離は、600H-1mpc に相当する。 2DF サーベイのデータから作成された近傍領域宇宙地図 2DF サーベイによってもたらされた宇宙論研究に関する重要な結果は以下の通りである。これらの結果はその他の観測結果、例えば WMAP の結果と合致するものである。これらにより標準宇宙論モデルが正しいことが確認された。2DF サーベイは比較的銀河系に近い領域の環境についても 重要な情報をもたらした。スロー・オングレート・ウォールと呼ばれる超銀河団は宇宙の中で現在知られている最も大きな構造である。フィナール・ステータス・オブ・サーベイ・オブザベーションズ・ハット・ AB に DFGRS ・アイ・イントロダクションに DFGRS ・サマリー・スタティスティックス。ありがとうございます。